皆さんこんばんは。キングダムカムデリバレンスやっていきたいと思います。あれ開かなくない、開かないな。おお、テレサ出てきた。じゃあね、とりあえず夕方になっちゃってるんですよ。今17時ぐらいね。クエストどうしようかな。ちょっと処刑人の方やります。ちょっくらね、処刑人の方行ってみましょうか。一体誰がどんなクエスト持ってくるのだるでしょうかね。さて、この道なりに行けば行けましたよね。さあ、誰がクエストを提供するんでしょうか。こんなクエスト要求されるか分かんないから怖いなぁ。おぉ、あ、いていていて、落とされちゃった。 you know how this one ends. おぉ、マジかい、マジですかい。あぶね、うらおぉ、マジかい、いってぇな、やめろ、うらうら、あぶね、うら、ほっ、いや、あ、安楽死させてるぜ、危ねえな、まったく、うわ、あ、まだ生きてんじゃねえか、うら。終わったか。はあ、ないな、危なかった。はあ、よろしい。剣なたですか。はい、ドライフルーツは取っとこうか。よし、グロッシェ、剣なたね。まあメンテナンスの練習にでもしましょうかね。時間を食ってしまった。まったく襲ってたのかな、何か。よし、まったく危ないったらあるしないよ。よし、さあ急ごう。さあ、クエスト提供者がいるっぽいですが、どなたでしょうか。っていうか一人しかいねえような気がするんだよな。この人じゃねえかな。え、なんかクエスト開始しちゃったけど。おお、どういうことだ。ほら、ほら、ほら、どっから出てきた。ほら、泣いてる女性に対してって。ほら、
fucker! うろ。いけ、連続撃膝蹴り。ダメージ削ってるよ、いいよいいよ、その調子で削っていこう。連発連発、ハメ技のごとく、いけ。よし。あれ、初見にヘルマン生きてるじゃん。クエストの人やべえな、起きてくんないと困っちゃうんだけど、この人起きてくれよ。起きた。おお、ちょっと待てよ、話聞いてくれよ。ヘルマ生き返ったよ。ダメだ、クエスト完了できないよ俺。あいつ逃げちゃうんだもんな。どうしようか。ヘルマについて聞きたいけど、いや、どこまで行っちゃったかな。いた。あー、目的失敗だって。クエスト失敗。いや、じゃああとはここですね。夜じゃもうできないかな。まだ大丈夫そう。クエストの提供者がこちらにいるっぽいですけど、この奥ですかね。あれ、これか。クネシ。I see you survived. Aren't you observant? 俺に借りがあるはずだ。You still owe me. Don't think I've forgotten.I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. お前はあの絵を送ってる。Realize I could kill you without a moment's thought. Anytime I want to, you coward. No, I can't take any more. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me?Look at what I've got! But maybe I could... Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. Alright then. Start talking. Stop talking. First I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well then. Talk. When we were running from Scarlet's, I heard something. I don't know who said it.It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dove coat. And that's it? That's all I know. How many dove cots could there be in Scarlet? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. カジバ泥棒。ああ！おう、どうしたどうした？そんな驚かせちゃって困っちゃうよ。Ow! Watch where you're going, you lout! You nearly killed me!
よし。違う。地図。スカーリッツのどこだって？行くか。せっかく久しぶりですね、スカーリッツまで。ファストトラベル。ちょっとね、遠いんでね。途中多分イベントが起きるんじゃないですかね、さすがにこんだけ遠いとね。しかも夜になっちゃったし。さあ、戻って。大丈夫かな？夜通し走り続けます。おっと？路上での攻撃だって。おっと、落とされた。あてずるびです。あぶねえな。うらうら、重装備だなおい。ほっけっ。ああ、クマン人か。ほっけっ。あー危ねえ。ああ、どこ行った？ポーション飲めねえもんな。飲めないね。上にいるっぽいな。松明照らすか。行って。ああ、落ちてっちゃうんだよな。どこ行った？あれ？あれ、どこにいる？見えねえな。よし。ヘルスは大して減ってないね。どこ行ったか探すか。お前か。うら。うら。行け。やるじゃねえか。うら。行け。ほいよ。生きて帰れると思うなよ、お前。危ねえ。おっと。ああ、死んだ。全然真っ暗で見えなかった。ここはどこ？ああ、こっからか。ちょっともう一回行ってみるか。同じとこでぶち当たるかな。ちょっと見えなかったよね、まったく。敵3人いたのか、2人じゃなかったのか。旅人。May I have your attention for a moment? あれ？さすらいの騎士。What is it?I'd like to challenge you to a duel, sir. A little amicable combat. なぜ我々は戦う？ Why would I want to fight you? An honor, friend. For honor. For the thrill of combat.
私はリスクを取っていませんよ。Sorry, but I won't risk getting crippled on account of some tavern yarn. I understand. Then I was mistaken about you. My apologies for troubling you. スリでもするか。Hey, what the fuck? You footpad! おっと、始まった。ふら。ふら、ふら。行け、ティア。よし。Jesus Christ! ふら。ふら、素手かくと。ふら。ふら。ふら。さあ、行くぜ。Blood will be spilt.行け、ティア、ラッシュラッシュラッシュ、ダーン、行け、ホップホップ、うや、入ったべ、いいの、ほい、うら、行け、ラッシュラッシュラッシュ、ホップ、ダメか、しぶてえな、うら、ほっ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 、ういよ、いけ、おっと、いてえな、なんやろ、カント、いけ、ほっ、アジリティ上がったわ、ウェイアー、いいスピードになってきてんじゃねえか、ほら、ほら、ほい、避けるね、ほっほっ、よし、ほっほい、ほっ、うら、けっ、ふっ、ほっ、ほい、ほっ、いけ、うら、いけ、膝蹴り、連続膝蹴り、いけ、ダメージを与え続けろ、ダメか、ダメージ食らってねえぞ、うら、Is that the best you can do? うら、ふいっ、バケン、よし、ほっ、うら、うら、うら、けっ、やるじゃねえか、now, now. うら、うら、よし、うら、いけ、なかなかいるじゃねえか、こちらもいい鍛錬になってありがたいぜ、うら、ノック、いっ、おいて、うら、いけ、よかったな、うら、うら、膝蹴り、ほい、しぶてえじゃねえか、うら、うら、うら、バラックス、よし、いけいけいけ、ラッシュラッシュ、ほい、ほい、うら、よし、うら、いけ、うら、鋭いパンチ、いけ、よし、ああきついね、いけ、いけ、よしよし、うん、危ね、うら、ほっ、ほい、
やべえな、鎧のおっさん同士の戦いだからな。あ、いって。痛えな。ウェディ。読めるわけねえだろうが。Fucking hell! ほい。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 キリがねえぜ。うら。いやー、強えな。有効度与えられないね。うら。ウェア。よし。だいぶ強えな、ほら。避けますね。ほっほい、押せるか。うわ、うん、いける。うわ、ほっ、いける。削れ。なかなか半分削れねえな。さすが鎧かぶってるからな。ほっ、よし。うら、いけ。うん、そろそろ剣を出し合って戦うべきか。ほら。ほっ。ほい。ほい。ほい。いけるか。しぶてえぞ、ほら。ほい。ほら。ほっ。うん。いけ。ほい。行け、倒せ。うん、うら、うら、うら、行け。ラッシュ、ラッシュ、シュ。ちょっと削れたな。諦めるわけねえだろ。うら、うら、攻め続けろ。うら、うん、あとちょっと。うら、うら、ほっ、うら、ほっ、いけ。膝蹴り連続パンチ。頭やっちまえ。うら、うら、いけるか。よし、疲れたぜ。代わりにもらっとくぜ、よさげなものをな。バシネット、銀の白車、一点にけ。こんなもんか。じゃあな。だいぶ時間がかかってしまいましたね。鎧はどうでしょう。下がるな、性能が。これは？ああ。装備。ああ、一体化になったね。盗品ってバレちゃってるけど大丈夫かな、これ。バシネットは？バ
場合によっては一回売ってあれだな。ちょっと今はやめとこうか。売って買い戻しましょう。で、長き戦いを終えたので、ちょっとね、評判は下がったりするのかな。大丈夫か、見られてなきゃ。メインレベル上がりましたね。石膏に学芸アジリティが2位上昇しますが、スピーチとカリスマが減少。密偵、ステルスか、乱暴者。カリスマとスピーチが下がる。これは評判が悪いエリアではボーナス得る。評判の高い地域では評判は通常よりもずっと早く落ち、刑務所の刑罰は長く。評判が高い地域か。これにしようか。よし。戦闘技能は？あなたが傷ついていれば傷ついていると強力になる。サディスト。敵を流血させてストレングスボーナスを得る。サディスト。スキルは隠密が上がってるね。怪盗紳士。しゃがんだカメレオン。暗殺。来たぜ。暗殺者に私はなれる。さて、ちょっとセーブしとこうか。シュナップス食べる。ゲーム保存されました。なんか戦闘状態になったな。大丈夫のようです。じゃあ遠いんだよな。さあ行ってみましょうか。また襲われるかもしれませんね。これの森が危ないですよね。同じ場所で襲われるかな。あ、もう明け方になっちゃう。どんだけ時間。ここだ。ここで襲撃されたんだよね。あ、起きない。旅人、またか。どうしたの？いるな。今回は変な戦闘にはならなそうだ。Sir, please. どうしました？ Please, sir. Help me. どうしましたか？ What's happened to you? I've walked all the way from Kuttenberg, but as you can see, I'm barefoot.My feet have frayed to the bone. Don't you have a strip of clean cloth for me, good sir? 布なんだったっけ? So I can swathe my feet at least. はないが施しやった方がいいかな。ないよね、布なんて。Unfortunately, I don't have any. But here, at least take some arms. Thank you, sir. Thank you. 1グロシェンでいいのかよ。布なんて持ってないですよね。包帯は布とは違いよね。よし。よし。よし。入れると修理はしたね。
で、商人の剣。あ、ピアサーも盗んだものだ。これはアイテム情報。これも長剣なんだ。ただミカエル様の剣の方が強いかな。まあ時間があれば研ぎましょうか。で、次元だよ。向かう先があったんだよね。スカーリッツまで近いね。もう行けるか。え、旅人また同じじゃないのこれね。え、どこ、同じ人じゃないこれ。え、他にもいるとかないよね。なさそうだよね。いや、ちょっと先行ってからファストトラベルにしましょうか。はい、よし、じゃあ行きます。ファストトラベル。いや、一緒だよ。路上での攻撃。敵はどこだ。一人か。あれ、ほっ、てや、サディスト行こう。マジか。カリカリの皮。向かい酒のポーション。私は悪くない。向かい酒のポーションって何でしょうね。二日酔いすぎアルコール依存症治療しますか。いらないな、特にな。よし、スカーリッツまでどう？もう近いね。行こうか。はい、閉まって。さあ、戻ってきましたよ。復興が進んでないままですね。この範囲か。鳩小屋の下にある宝を見つけるって。鳩小屋ってさ、どれだ。鳩小屋自体の存在が分かんないからな。まで走っててもしょうがないか。鳩小屋ね。なんかあるかな。ちょっと情報が少なすぎないかい。見ていけるところから見ていってみましょうか。まあ、中はないと思うけどね。うん。鳩小屋ってマーカーで出んのかな。あ、外っかじゃん。全然違った。こっちじゃないわ。向こうの中入るにはどうしたらいいんだろうね。ここは入れなさそうですね。
とりあえず中に入らないことには始まらなそうです。うん、これ何でしょうか。これ鳩小屋じゃないもんね。うん、何でもないね。この中入れそうですね。うん、中ですね。鳩小屋ってどれのことか探さないとね。うん、すすだらけですね。鳩小屋、これこういうの鳩小屋。見て回りましょうか。カラスはいっぱいいるけどね。うん、これ鳩小屋かな、こういうのね。そうっぽいな、こういうの。お家の前にありそうですね、そうすると。よし、あれ出てくるんない。こっちの奥の方もまだなんかある。焼けちゃってるな。こんなもないね。これ飛び越えられる。 OK。 ここは特に何もでしょうかね。ああ、ここ外回りか。警備から逃げてくるとき行きましたね。とりあえずこっちの方にはなさそうでしたね。あ、ちょっとこっちか。はいはいはい。あれ、あれ取れない。あれ取れなくなっちゃったな。よし、取り替えられた。あとはここら辺のお家は何もなさそうですかね。え、掘削開始。シャベルを持ってません。シャベルはね、あるんですよ。え、なんかあるの？墓嵐じゃないですか。え、何？あ、袋入ってる。いや、もう特に欲しいとかそういうのじゃなかったな。またどこにあるかわかんないな。鳩小屋、鳩小屋。こういうところ？鳩小屋の下、鳩小屋の下。なんかどっかまた掘れそうで怖いな。掘削開始とか出ちゃったら。豚さん小屋かな。うん、ないか。こっち見てみようか。そんなね、そんなね、鳩小屋なんて。これ下手に行ったら出れなくなりそうだね。
の声がする。あ、肉屋のおじさんのところかな。うん、これ鳩小屋、いっぱい鳩小屋があるからな、知ってるぐらいだからいっぱいあるんでしょうね。焼け焦げちゃってないもんね。お、あ、草か。なんかないかな。うん、ここもなさそうですね。こっちの裏側は？うん。ないか。そっちの先にあんの、それは？あれはなんだ？あ、鳩小屋じゃないね、あれね。そもそも範囲外だもんね。いかにも牛さんたちがいたようなとこだね。よし。ここも牛がいたような場所かな。鳩小屋じゃないよね、多分ね。うん、もうちょっと奥の方行ってみましょうか。お、これは、あ、違うか。ここ見たんだ。ここ見たけど、ここの中は、まあ中には何もないと思うけどね。上は行けそうにない。ここもなさそうですね。うん。ここは違うのか。もう一度よくクエスト見よう。鳩小屋にした、鳩小屋の下にある宝箱を見つめる。鳩小屋の下に隠れて貴重品を残してなった。さっきのじゃねえだろうな。貴重品ってさっきのやつかな、もしかして。それだったらもうクエスト完了になってるよね。あれ取ってないからかな。鳩小屋の下だったかちょっとわかんないけど。さっきの撮ってみるか。お、2階が無事？睡眠とセーブができる。ちょっと寝ようか。活力ちょっと回復させましょう。はい、もうちょっとね、探してなさそうだったら録画外で探しましょうかね。にしても本当にさっきのやつだったのかな。どうやってそんな、そうそうある？おけがある。体洗えないね。これ牛でしょ？真っ暗だね。うん。これ牛小屋でしょ？抜けてきちゃったな。これ鳩小屋っぽくない？ねえ、開く。
やっぱ鳩小屋だったね、これね。鳩小屋の下に。入れないな。やっぱ家の横にこうついてますよね。これもそれに近いのかな？ほら。これも鳩小屋だよね。下に、採取採取。掘る場所はないですね。これは鳩小屋じゃないね、絶対ね。さっき掘り出したものかどうかちょっと調べておく必要あるな。一回あれだな、取るふりしないとダメかもしんないな。どこだっけ、ここら辺だったよね。これだったりして、ああイベント発生しないね。ああじゃあ違うか。普通なら今のでね、イベントが取ればね、終わったはずですけど、これじゃないみたいですね。となるともうちょっと奥か。奥っつってももうお城しかないけどね。あと鳩小屋だから横についてるよね。これ違うか。これも鳩小屋じゃないね。うん、ちょっと見当たんないぞ。あと行くとしたらこっちの奥の方かな。鳩小屋ないもんね。さっき見たな。さっき見たもんね。鳩小屋の下掘れるわけじゃないもんね。なさそうです。こっちはあれ、ここ見たっけ。あるね、鳩小屋。鳩小屋あるね。ここはさあ、漁っちゃったな。あ、じゃあここも漁ったね、さっきね。こっちじゃないと。よし。で、これもなさそうだな。あ、ここ鳩小屋？なわけないよね。カゴはあるけど、これ魚取るやつかな。うん、ないね。あとこっちの方は畑があるでしょ。鳩小屋らしいものないね。ここもないな。あとはこの城の中ですね。ヘンリーのお家ぐらいしかなかったと思うけど、ここね。鳩小屋、これは鳩小屋じゃないよね。あ、これは？ないんだよ。鳩小屋の下。ここら辺埋めてるんだったらわかるけど。
この先は何かある？ああ、埋まっちゃってるね。こっから逃げたんだもんね、ヘンリーね、最初ね。そうするとここが お城でしょ。ちょっと見当たんないね。あとヘンリーのお家のところにも鳩小屋あるんでしょうかね。ああ、鍛冶屋ですね。あ、違うか。あ、違うな。あった。鳩小屋。そういうのしかねえんだよな。ないね。あ、両親の墓ですね。ちょっと見当たりませんでしたね。ということでね、ちょっとね、今回はここまでにしましょうか。骨折り損のくたびれ儲けという感じで。あ、入れられんのか。その他のくらいの羽とか入れとこうか。つながってるみたいですしね。こんなもんかな。卵は栄養さんあるけど、卵やめとこうか。捨てときましょうか。ということで、ちょっとね、見当たりませんでした。まあ、またちょろっとこう探してはおきたいんですけど、見当たんなそうだったら、スルーするしかないですね。火事場泥棒。鳩小屋がちょっとね、わかりませんでした。ということでね、また次回ね、別のクエスト受けてね、やっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。